when I'm moving. Can't stop, no, I know that well when we're going. When I'm moving, we're just troubling. When I'm moving,
ジャミロクワイ企画やってます。はい、お疲れ様です。あね、すごいね。あ、言いたいことをちょっと忘れちゃいましたね。でもちょっとチューニングをしないといけないんで、ちょっとチューニングしながら喋りたいんですけど、多分手が塞がってるから動けないおそらくね。ちょっとで、ちょっと分かった、ちょっと一回じゃあちょっと大型く話してお願い、ごめん。また学生の時みたいになる。そっか。じゃあなんか喋りたい人いますか？喋りたい人いない？ちょっとどうしよう。あ、それで喋ればいいのか。 OK とかでもいい。お疲れ様です。なんか見ての通りもなんか本当すごい。あ、ちょっと全然集中してしゃべれない。しかもチューニングも全然できない。ちょっと一回チューニングまで待って。一回チューニングするわ。しようと思ったんだけど、チューニング終わっちゃったらもう MC しなくていいわ。でもしよう。じゃあ、なんでまずこの企画を出そうかって思ったかっていうと、なんかそうですね、ずっとジャミロクワイが好きってまあ言ってたんですけど、本当一番好きなバンドだってずっと言ってて、で、なんでジャミロクワイ好きになったかって、高校1年生の時になんかあれなんですよね、なんか藤原先生っていう先生がいて、でなんかすごいなんか顎がめちゃくちゃ出てたから顎笑って言われてたんだけど、なんかその先生のなんか友達のベースの人がいて、その人がめちゃくちゃうまい人で、なんかちょくちょく学校になぜか来てたの。今考えてちょっとおかしいけどね。だってね、普通に卒業してる人だし。なんかでその人がにちょっとベースを教えてもらった時に、普段どういうの聞いてるんですかって聞いたら、ジャミロクワイとかよく聞くよって言われて、でジャミロクワイってバンドがあるんだと思ってこう聞いてみたら、なんか高校1年生でまだシムとかすごい聞いてた時なんだけど、それでもなんかすごいめちゃくちゃかっけえなみたいな思って、でしかもおしゃれだし、なんでしばらくは学校でジャミロクワイマウント取ってましたね。本当ジャミロクワイってバンド知ってる？みたいな、めっちゃおしゃれだよね。え、知らないの？みたいな、なんかそういう感じでね、すごいマウント取ってたんだけど、そうで、まあ、今はそのでなんでこのタイミングでジャミロクワイを出そうかなと思ったかっていうと、本当なんすかね、なんか、まあ、まず俺卒コンでやろうと思ってたんですよ。で卒コンでやろうと思ってたら、北村さんになんか浜新卒コン何やんのって言われて、ジャミロクワイやりますって言ったら、なんかなんだっけ、あ、じゃあ見に行かねえわみたいな感じで言われて、そう、北村さんめっちゃね、そうめっちゃね、ジャミロクワイディスんねん、北村さん。そうで、なんかまあちょっとなと思って、確かにでも卒コンでジャミロクワイやるのちょっとあんまりエモくないから、まあちょっとそうだね、だからクリコンでやろうかなと思って、でまあ自分がもともと卒コンでやろうと思ってた曲だったので、俺の卒コンというふうなとバンド名にしました。本当、まあ、引き受けてくれた皆さんも、ここに今いて聞いてくださる皆さんも本当にありがとうございます。でまあ話はこんぐらいで、ちょっと次の曲やりたいと思います。じゃあちょっと大型く、はい、
let's do. Okay, everybody, we're gonna do this here. High times. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. High times. She has been queen out, and she's broken, and the mainland.
チューニングタイムあります。今4曲終わって、まあ、次の曲が、まあ、最後の曲になるんですけど、まあね、ちょっとあんまり有名な曲じゃないかもしれないね。そう、ちょっとね、ごめんね。そうで、まあなんかそのなんか、まあとりあえず今までその聞いてもらって、この企画をでもなんかすごいみんななんかこう、ん？みんな。すごいいろいろと曲のイメージとかが全然違かったりとかするから、まあ、バンヘイレンとかもそうじゃない、全然なんかその曲によって違うから、だからなんかそのアーティストとかを聴くときはいっぱい深くまで聴いてほしいなって思いました。はい、確かに。で、あとなんだっけ、まあ、メンバーを誘った経緯というか、なんでこのバンドメンバーを誘うと思ったかっていうと、おなんかすごいね、誰今ないんでしょって言った人、ないって言った人誰今、あそうだよ、あのね、あんまりね今回のバンドメンバーはなんかあんま考えてないです。その正直なんかほんとね、なんだろう、まあ、まず尾形くんはもともとすごいジャミロクワイに声の質も似てるし、すごいなんかもうリズム感もあるし、リズム感ない人じゃないとこのボーカルできないと思うので、すごい尾形くんが適任だなと思って、でもうほんのこの2人もやっぱり相性ってかもう息もぴったりだし、ほんとでなんかね、ジュニカンとかも見てても、まあ見てなかったんだけど、あんまそうすごいちょっとごめんね、酔っ払っちゃって、そうすいません、そういやすごいいいなと思ったので、でなんかまあもう吉澤はもう言わずもがな、だいぶ前から誘ってました。で、まあ、久保田くんはほんと、まあ、泉さんも一緒に行くんだけど、ほんとに彼すごいよね、ほんとね、うん、ちょっとあの怖いです、うますぎて、そう今年の1年生ね、ちょっとうますぎて、ほんと4年生でよかったなっていう、そうもう戦えないから。でまあトモカーンももうもちろんうまいんで、もうだいぶ前から誘ってて、でまあコーラスで、まあ、今回カレンちゃんと、まあ、マーウを誘ったのはもうシンプルにうまい順です。うまいんで、もうすごいうまいなと思って、もう聞いててうまいんでもう誘いました。でバイオリンは、まあ、ジャミロクワイがすごいなんかバイオリンを使った曲がすごい多いんで、だからなんかそうね、まあ、最初はナナカちゃん誘って、なんかその後ちょっとまあ相性、うん、やってくるかなって思ったんだけど、でもなんかすごいね、ほんと、いやスタジオとかだとめっちゃ真面目にやってくれて、そのほんと企画ね、当社費ほんとにありがとうね、相性で。なんか鹿島はなんだろう、そのね、めっちゃいいやつ、あいつはそうめっちゃいいやつ、そうだからそう誘った、そうなんだけど、ちょっと休んじゃってちょっとねまあしょうがない本当に。でもね、鹿島って本当にすごいやつなんだよって、なんかもうみんながね、もう散々パラ言ってるからちょっと嫌になってると思うんだけど、そういや鹿島の何がすごいって、本当ね、パーカスでも絶対に手抜かないね、本当に。うん、なんか普通多分ドラマーの人でパーカスでって言ったりとか、まあ、例えばボーカルって立場だったらコーラスで誘われた時とか、やっぱりちょっと多少手を抜きたいなっていうか、そのまあメインボーカルの曲の方を普通は優先してやるじゃん。まあ鹿島もそうだったのかもしんないけど、でも俺が聞いてる感じは鹿島はめちゃくちゃパーカスを研究してこのジャミロクワイに臨んでくれてました本当に。なんでね、だからね、ちょっとね来れないの残念なんだけどね、そうそう鹿島ね、うん、持ってないな、そうしょうがないね、そう、うん、で、
か言おうとしたんだけど、もういいや。え、じゃあちょっと最後の曲、本当にまあみんな知ってるかな、まあ、知ってる人がいたらぜひ歌ったりとかこうまあ歌ったり、まあ、脱いだりしてください。あのね、代打でね、ヒロがね、入ってくれました、ほんと。ヒロね。で、なんかヒロにもすごい言いたいことがあって、あの、合宿ごめんね。そう。本当に。うん、もうあれからおとなしくなってます。じゃあ、やりますね。This is the last song. I'll let it sing. Ooh, yeah, yeah. Oh, now, well, 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 well.Forever.
you.